クフルの DIY。 皆さんこんにちは、あやくふるです。プレゼントにちょっと添えたいちょっとしたメッセージカードをオリジナルで作ってみたいと思いませんか？今回はこんな風なメッセージカードを簡単に作れる方法をご紹介していきます。作り方はとても簡単です。じゃあ早速作っていきましょう。 Go！ 準備するものはこちら。まず紙ですが、厚手の紙だったら結構何でも大丈夫です。今回使うのは丸マン画用紙と言われる画用紙です。これはハガキにもなっているので、そのままハガキに出せてもいいかなと思ってこれにしましたが、全然これじゃなくても大丈夫です。あとはティッシュと、100均とかで売ってるあのスプレー式の水入れて、あの水道水入れてシュシュって水が出るやつですね、スプレーボトルと、トンボの ABT と言われる水性ペン。こちらはハロウィンっぽいカラーを選んでみました。今日はこれを使っていきます。あとは適当な大きさにカットしたクリアファイルを使っていきます。マイクフル、適当に黄色とかオレンジとか、紫をちょろっとやります。そしたらこの水が入っているスプレーボトルで、このフィルムじゃない、なんだこれ、クリアファイルの上に水をかけていきます。で、弾いたらミンク飛んじゃうので、このいきなりステーキみたいな感じで、ちょっとカバーしておきます。いきますよ、よしゃで、できたらこのハガキをこっち側を絵の描く方にして、よいしょ、押します。ひっくり返す。はい、綺麗な感じになりました。そしたら広げると、ちょっとダマができているところはこうやって流してもいいですし、気になる方はこうちょっと押さえてでもいいんじゃないでしょうか。はい、これで乾くまでしばらく待ちます。早く振る。はい、乾きました。結構いい感じに混じる風になります。これちょっと残ってんのもまた素敵な感じですよね。そしたらこちらに文字やメッセージなどを書いていきます。今回使うペンはフテタッチサインペンですが、どのインクでもいいですし、あとスタンプとか、文字に自信がない方はスタンプとかしてもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでサンキューカードを作ることができます。周りの余白が気になる方は埋めてもいいですし、あとカットしても可愛いんじゃないかなと思います。これで簡単かわいくすぐできる手書きカードの完成です。わー、みんなで作ってみて、できたの脳みそシワシワシワ、味わおう。こんな感じにちょっと内部分だけ作るのもいいですし、これ結構全面にやりました。全面にやるのもまた雰囲気が変わっていい感じだなと思います。色をちょっと落ち着かせるとこういう風にもなります。こちらもハッピーハロウィンで紫多めにしました。あとはちょっとこう最後のクリアファイルをこうさっとやるとこういう感じの風合いにもできますので、こういうやり方もおすすめです。はい、ということで今日はトンボの ABT とスプレーボトルを使って簡単かわいくすぐできるカードを作ってみました。いかがでしたでしょうか。他の水性ペンでも試してみたんですけど、このトンボの ABT がやっぱ一番使いやすいかなと思ったので、今回こちらでご紹介しています。中に入る文字は、私はちょっと太筆が好きなので今回筆タッチサインペンを使いましたが、もしもう少し細い字がお好みの方はこちらのトンボの筆の助しっかり字立てがおすすめです。で、これからギフトシーズンになってきて、いろいろカードも凝りたくなるコロンゴロですが、こんな感じのものも作ってみてはいかがでしょうか。何かのヒントになれば嬉しいです。この動画良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。このような DIY 動画をどんどん出してますので、コメント欄にコメントリクエストもお待ちしております。今日も最後までご視聴ありがとうございました。アイクフルでした。バイバーイ。